イタリアの範囲定義は時代によって変遷している。画像は、ローマ時代における、イタリアの、領域イタリアの軍事史では、イタリアにおける、軍事上の歴史を、紀元前509年のタルクイニュース、スペルブス追放後から、現在のイタリア共和国に至るまでの範囲において、記述する。鉄器時代のイタリア半島における、紀元前6世紀の言語分布共和制ローマ軍は、 古代ギリシアに影響される他の都市国家と同じく市民兵からなる重層不評を中核とした。9000名程度であった初期の市民兵は資産階級に応じて5つの兵種に振り分けられ、この階級区分は平時における政治においても民衆の集会において活用された。初期のローマ軍は一貫してファランクスのような防御的な戦いを基本とした。 しかし次第に、ローマ軍は独自の戦術を模索し始め、紀元前3世紀までには、マニュプルスと呼ばれる120名からなる、小規模な軍隊制度を導入、ファランクス戦術を企画した。また、レギオという軍隊も、30個のマニュプルスと補助兵から、編成される4000名から5000名規模の部隊となった。階級による兵種の違いは維持され、 エクイテスプリンキペストリアリーハスタティビテリスという分類に再編された。新しい共和制ローマ軍は攻撃的な戦術をもとに周辺国に向けて盛んに戦いを仕向けるようになる。共和制初期、常備戦力として4000名から5000名規模の軍団は3600名から4800名の重装不評、数百の軽装兵と騎兵によって編成されるのが、 望ましいとされた。時に、軍団は戦死、負傷、事故、病気、脱走、徴兵の不守備など様々な要因から兵力を損ない、兵員を揃えられなくなる場合が見られた。後に、内戦で、グナイウス・ポンペイウスが、ガイウス・ユリウス・カエサルと、相対した戦いでは、カエサル軍は、ポンペイウス軍に比べて、ガリアン制によって、戦力を消耗していた。 こうした状況下では、属州民から召集したアウクシリアの存在が、救護次来の戦力として重要となった。またこれだけにとどまらず、同化が進んでいたとはいえ、未だ属州であったガリア・キサルピナで、新しい軍団を編成している。この時点では未だ、ローマ軍の兵士は、市民兵であり、職業軍人ではなかった。彼らは、 自発的に軍に加わり、自分で装備を揃えねばならなかった。ウィリアム・ハリスは、紀元前200年頃まで農民階級がこうした動員の主軸を担い、死ななければ6度から7度にわたって軍に招集されただろうと推測している。反対に都市部の富裕層は、奴隷や解放奴隷と同じく、よほどの事情がない限りは動員の対象外であったと見られる。 状況を大きく変化させたのは、ラティフンディウムによる大規模農業でこうした農民たちが没落を強いられたことによるものであった。紀元前107年、ガイウス・マリウスは抜本的な軍政改革を成功させ、その一環として、招集を市民平成から装備を配給しての自由、志願性へと改革された。改革以降も、兵士の多数は、 人口の主流である農民であったが、新たに没落した農民などの失業者も軍に加われるようになった。職業軍人としての性質が強まったことで、兵役期間に縛られない長期の遠征が可能となった。職業軍人としての給与は、紀元前3世紀頃から始まった温賞金制度が実質的に機能したほか、戦争の勝利で得た。 戦利品の分配があり、さらに退職金制度もマリウスによって国家からの領地分配が定められた。また、同盟軍からの援軍や、属州地での傭兵雇用も、アウクシリアと呼ばれる制度へ確立され、主に経営不や騎兵などを担当した。マリウスのおいであるカエサルと、帝政の創始者であるアウグストゥスの相次ぐ、恩給金増額もあって、帝政期には、完全に、 市民兵制度は消失したと考えられている。今や軍団兵は1年につき900セステルティウス、退職金も貨兵で1枚2000セステルティウスを約束されるまでになっていた。重装不評体訂正を確立したアウグストゥスは、既存の軍団を一旦解散させて大規模な再編成に着手し、最終的に帝国全土に28個の軍団が編成された。 帝政前期の間も、軍組織の改革は行われた。アウクシリアは変わらずコホルス単位で運用されていたが、正規軍の側も、軍団単位よりもコホルスで行動することが多くなった。それぞれのコホルスは、軍団と同じく、アウクシリアと協調することで、単独の戦闘が可能であったし、必要であれば、別のコホルスと合流することで対処すればよかった。 軍団単位での行動を絶対としていた時代に比べ、こうしたコホルス単位での行動は、組織的な柔軟性を生み、長期間にわたって、ローマ軍が広大な国境線を守るのに寄与した。ガッリエヌスの時代に行われた、軍政改革により、ローマ軍は、後期訂正の時世に合わせて、大きな変化を迎える。それまで、レギオやコホルスの不評による、城壁、 城塞での防戦を基本としていた国境防衛は小ミタテンセスと呼ばれる騎兵中心の機動戦力に道を譲った。不評部隊は国境から離れた内地での予備戦力として待機し国境が破られた後に都市を防衛することを新たな任務とした。小ミタテンセスは騎兵部隊を中核にそれに随伴する不評部隊から編成された。 兵員は一部隊につき千二百名の不評と六百名の騎兵と定められたが、多くの記録は、不評八百名と騎兵四百名程度がせいぜいであった。また、コミタテンセスは本国民や属州民といった従来の層だけでなく、ホエラディとして知られる蛮族の傭兵も含められるようになっていた。西暦四百年までには、ホエラディは、 ローマ軍における制度として完全な定着を見て軍備として備えられた。さらには蛮族の同盟国からの援軍にも依存するようになり、こうした部隊はローマ軍の将軍に引きられる一方、分隊レベルでは蛮族の指揮官が迎えられていた。指揮権という面でもローマは王政から共和政、帝政まで多様な変化を続けた。王政の下で軍は ローマ王によって導かれ、共和制初期においては、人気制の執政官2名が交代で指揮をとっていた。後期共和制では、元老院議員の主流像が、クエストルとして、軍指揮官の代理を務め、それからプラエトルとして、正規の軍指揮官を務めた。また、広大化した領土のうち、属州に関しては、総督が軍指揮官を務めることも多かった。 平生確率のために軍を恒久的に指揮下に置くことを望んだアウグストゥスのもとで皇帝は軍団指揮官の長として彼らに服従を強きつつ自らが選抜したレガトゥスを元老院から送り込むことを通じて統制下に置こうとした。幕僚たちは続州で総徳の統治を補佐しその上で自らの行政区に配置された。 中東軍に対して影響力を行使した。ディオクレティアヌスによる治世の前後からこうした慣習は、棄却された。幕僚たちは軍に対する干渉を禁じられ、複数の行政区に配置された部隊は、ドゥクスという地方司令官職に委ねられた。ドゥクスにはもはや元老院の貴族たちと関係なく、軍の将軍たちが、実績に応じて任命された。 ドゥクスに就任した者はその権限を用いて、しばしば定位を散脱したため、平成末期のローマにおける混乱に拍車をかけた。ローマ軍は陸軍という印象が強いが、海軍もまた重要な存在として、軍を構成していた。紀元前3世紀中頃、二人間の一方である海軍艦は主に海賊行為を目的に、20代の船からなる海軍を指揮していた。 こうした小規模な海軍を保有するという路線は全278年に一旦断念され同盟軍による提供に頼ることとなった。しかし第一次ポエニ戦争はローマが地中海に強大な海軍を保有する必要性を認識させ東方の同盟国からの支援を受けながら海軍の養成が進められた。ヘレニズム式の海軍技術に対する信頼は 共和制末期まで続き、定世期により小型の船に取り替えられるまで、ポエに戦争以来の大型船舶が活用されていた。一般的な海戦と比較して、ヘレニズム式の船舶は未熟な水兵たちでも運用が容易であったし、操作性の悪さは兵士を船一つにつき40名ほどを搭載して、白兵船に持ち込むことで解決された。船長は、 陸軍での百人隊長に相当する地位を与えられたが多くが属州民から編成されたという点で大きく違っていた。海軍がヒローマ的であったという点は平和時において容易に規模の縮小を可能にするためでもあった。帝政後期の350年頃にはローマ海軍が輸送や補給任務を 主な目的として、軍船と輸送船で編成されていたことが分かっている。軍船は、ガレー船に分類されるもので、アレキサンドリアとラベンナを中心に、地中海沿岸のいくつかが、根拠地として使用されていた。また川船はこの時代には、リミタネーに加えられており、ライン側とドナウ側に沿った防備を固めるのに、活用された。 著名な陸軍の将軍が艦隊を指揮したという事実は、海軍が独立した指揮権を持たなかったことを示唆している。ちなみに、幕僚は、海軍の指揮権については、干渉を許されていたが、どれほどの範囲であったかは不明である。中世時代の間、ローマを中心とした支配が崩れた後の、イタリア地域では、近世のイタリア戦争まで、軍有滑教の時代が続いた。 オドアケルを統領とした、ヘルール族の軍勢が、ロムルス・アウグストゥルスを退位させたが暗殺され、ついでテオドリック率いる、東ゴート王国軍が全土を支配した。両者は、東ローマ帝国の庇護を受けていたが、東ゴートもベリサリウス率いるローマ軍に滅ぼされ、ラベンナ総督領が成立した。東ローマの支配権もやがてランゴバルト軍の侵入に、崩されたが、東ゴートや、 ヘルール族と違って、頑強な抵抗を続けた東、ローマ領を、ランゴバルト族は、完全に征服できなかった。ランゴバルトは、ローマやヘルール、東豪と、東ローマのように、イタリアの完全に昭和には失敗したものの、南北の大部分を統合する、ランゴバルト王国を樹立した。一方、ラベンナ総督領は、 中西部のローマ公国、南西部のナポリ公国、南端部のアプリアカラブリア公国へと分化した。ランゴバルト王国軍は残された領地をめぐって、東ローマ軍と争ったが、ブル軍と王国をめぐる戦いで、フランク王国と敵対する過ちを犯し、サボイアなど一部領土を失った。その後は再び体制を立て直したものの、774年に、 シャルル・マーニュ率いるフランク軍に敗退して滅亡した。だが、フランク軍もまた、ランゴバルトを駆逐しきれず、南部のランゴバルト王国領は、ベネウェント皇国として残り、東、ローマ系の皇国も残っていたことから、複雑な勢力図が生み出された。加えて、地中海で猛威を振るっていたアラブ人の海賊によって、サルデーニャやコルシカが攻め落とされ、さらには、 シチリア島には北アフリカのアグラブ長軍がシチリア主長国を打ち立てた。フランク王国は北イタリアの征服をもって南欧での戦いを切り上げて中央における帝国建設を進めフランク帝国を建国した。北イタリアはその一部として一応の安定を見ることとなった。またローマアラブランゴバルトの三つどもえとなっていた南部はノルマン騎士ロベールギスカールによる 南部本土の統一、及びその末裔ロドビコのシチリア遠征の成功により、シチリア王国として統合された。中部は、教皇領としてカトリック教会に庇護され、中立の土地として安定を獲得している。各地域が一定の安定を見た後は、フランク帝国の崩壊を経て、フランク帝国の公営を自称する、神聖ローマ帝国とこれに対抗するローマ教会の、 対立が主な出来事となった。新生ローマ帝国は、イタリア政策と称して幾度となく、イタリアへの遠征を繰り返し、その度に、北イタリアの諸公諸都市は、強硬派と皇帝派に分かれて戦った。だが1176年5月のロンバルディア同盟に、対する敗戦など失敗が続き、最終的に新生ローマ帝国は北イタリアでの権威すら失った。 強硬派の勝利によって、ジェノバベネツィアフィレンツェといった、共和制国家やミラノ公国などの諸侯が成立、北イタリア情勢も、軍有の時代へと変化した。一方、南部では、王朝の交代を経て、トリナクリア王国とナポリ王国という二つの王国へ、分離したが、北部ほどの騒乱は起きなかった。神聖ローマの敗北と、 百年戦争による欧州中央部での対乱は中世後期のイタリア地方が比較的に平穏な時代を過ごすことを許した。セミナーラの戦いフォルノーボの戦い第一次イタリア戦争禁制ルネッサンスを迎えたイタリアは5つの大国に集約されつつあり、この後大国によって結ばれたローディの和訳によって対外的な平和を実現した。しかし1494年、 イタリア戦争の始まりによって、再び混迷の時代を迎えた。ミラノ公国のルドビコスフォルツァは和平を実現した父に、対して、権力闘争のために諸外国を、イタリア情勢へと引き込む具を犯した。ナポリ王位に対する、継承権を主張していたフランス王シャルル八世を、怪獣したルドビコは、対立していたナポリ王国へ、フランス軍を消しかけることに成功した。 平穏の中で戦術的な進化が遅れていたナポリ軍はセミナーラの戦いなどでフランス軍に苦戦を強いられシャルル八世はナポリオイを奪い取ることに成功しただがイタリア諸行の反復感情が高まる中でベネツィア軍と強行軍が助け舟を出しナポリベネツィア強行領の反復同盟が結成されたそして同盟に カスティーリアーラゴン連合と神聖ローマ、それに、ミラノが助力を申し出たことで、反仏包囲が完成した。1495年、包囲の危機にさらされたシャルル8世は、フォルノーボの戦いを経て、命からがら、イタリアから脱出した。勝利を得たイタリア諸侯に対し、シャルル8世は屈辱を味わったままに、自己死したが、この戦いは戦争の始まりに過ぎなかった。 第二次イタリア戦争シャルル8世の親族で、ビスコンティ家の遠席でもある、ルイ12世が、新たに国王に即位すると、1499年に、第二次遠征が開始された。ルイ12世は、ビスコンティ家の福井と称して、ルドビコス・フォルツァを遊兵して、ミラノ公国を占領した。さらに、トリナクリア王国を領有する立場から、ナポリ王国への野心を抱いていた。 カスティーリア・アラゴン王国にナポリ分割を打診、ナポリ王国を攻撃することで滅ぼした。しかし、元から全土占領を考えていたカスティーリア・アラゴン側は、北進を開始、フランス軍はチェリニョーラの戦いとガリリアーノ側の戦いで立て続けに、敗北し、再びイタリアから敗走した。第二次イタリア戦争から数年が経過した1508年。 ベネツィアのロマーニア占領に橋を発する新しい対立が生まれていた。教皇ユリウス2世の号令によってフランスカスティーリア・アラゴン、神聖ローマ、教皇領が一堂に会する同盟が結成された。アドリア沿岸部の分割を目指す同盟軍を前にベネツィア共和国は単独で立ち向かわなければならない状況に置かれた。ラベンナの戦いカンブレ同盟戦争は戦う。 陣営が時期によって大きく変動する不安定な戦争であった。まずは二度にわたる敗戦という汚名の原さんとするフランス軍の第三次遠征が開始、ベネツィア軍はアニャデッロの戦いに敗れ大部分の内陸領が失われた。しかしロマーニャ領有をめぐる論争からユリウス二世がベネツィアと同盟を結んでフランス軍の梯子を外すと神聖ローマや カスティーリア・アラゴン、さらにはイギリスもこうして新たに新生同盟が結成、フランスは再び孤立に追い込まれた。フランス軍はミラノ公国をスイス傭兵隊を率いるマッシュミリアーノス・フォルザに委ねるとラベンナに進軍した同盟軍と相対した。戦闘ではフランス軍が優勢を維持していたものの指揮官ガストン・ド・フォアの選手などが響いてラベンナは陥落。 フランス軍はサンドイタリアから退却した。しかし1512年、今度は新生同盟軍の側で、領地分配に関する議論で仲違いが起き、さらにベネツィアがフランスと単独講和を結んだことで、同盟は瓦解した。ベネツィアは、ロンバルディア分割を取り決めて、内陸領を奪還した。1513年、フランス軍は、 ミラノ公国を再度没収すべく軍を進めたが、ノバーラの戦いでマッシュミリアーノを守るスイス傭兵隊に敗北した。以後、フランスは数度にわたってミラノ攻略に失敗し続けたが、フランソは一世の第二ようやくマリニアーノの戦いでマッシュミリアーノを追放することができた。これで北イタリアはフランスとベネツィアが分割する状態となった。 第3次イタリア戦争美国家の戦い1519年、神聖ローマ皇帝にカスティーリア・アラゴン王位を持つカール五世が即位すると、ハプスブルク王朝の大帝国が西欧に出現することとなった。危機感を強めたフランスは、ベネツィアとの同盟を維持しつつ、強皇とイングランド王の支持を得た、ハプスブルク王朝の大領土に対抗する動きを見せた。 強行軍がミラノを占領して、スフォルザ家を福井させる事態に、フランス軍は、強行軍の傭兵隊長、プロスペルコロンナ、及びフランチェスコスフォルザラが率いるミラノ軍に攻撃を仕掛けた。フランス軍は、本国兵、傭兵を含めて3万名を超えていたとされるが、フランチェスコによって招集された6000名の兵士に、敗れ去った。フランス軍は、 ミラノ公国から敗走して本国へと撤収した。イタリア諸国の勝利を経て到来した同盟軍の主力部隊はパビアの戦いでフランス軍をカンプなきまでに打ち破り指揮を取っていたフランソワ一世も捕虜となった。監獄でフランソワ一世はマドリード条約を認めさせられ同条約でイタリア地域に関してはミラノ公国やナポリ王国に対する 領土権主張の放棄が定められた。第四次イタリア戦争ローマ合略条約締結で解放されたフランソワ一世は条約の無効を宣言した。その上で、先の反省から今度はベネツィアだけでなく、ミラノ、強硬領を含めたイタリア諸行、イングランドなど広範な勢力と反ハ,ハプスブルク同盟を結んだ。1527年。 ハプスブルク軍はイタリア諸行へ大軍勢を差し向け、これをフランス軍と同盟軍が迎え撃つ形となった。しかしコニャック同盟はうまく機能せず、ローマへ突入したハプスブルク軍はローマ攻略を引き起こした。翌年にはフランス軍によるナポリ王国領への反抗が試みられたが、これも失敗に終わり、フランス軍を見限ったイタリア諸行は、 ハプスブルク家との和睦を結び、また、メディチ家は、ハプスブルク家の支援で、フィレンツェの君主となったほか、ジェノバも独立を回復した。ほどなく、フランスも、形成不利を認め、ハプスブルクに賠償金を支払って和解した。第5次、第6次、第7次イタリア戦争第4次までのイタリア戦争の結果、ナポリトリナクリア両王国が、スペインや神聖ローマと共に、 ハプスブルク家の同訓連合として強い結束で結ばれることとなった。また度重なるフランス軍の遠征を退け、ジェノバフィレンツェミラノベネツヤ、強皇領が独立を維持した。しかし、ハプスブルク帝国の強い影響下での独立という点では、ナポリトリナクリアと変わりなく、実質的にイタリア諸公はハプスブルクの従属勢力となった。 その後もフランス軍とハプスブルク軍は同様にイタリア諸行をめぐる戦いを繰り返したが、それまでの戦いと違ってイタリア諸行自体が大きく活躍することはなくなった。1535年にフランチェスコスフォルツァが後継ぎを残さずに亡くなり、スフォルツァ家が断絶したことで始まった第5次イタリア戦争は急戦を挟み第6次イタリア戦争へとつながった。 オスマン帝国を同盟に引き込んだフランス軍が優勢に戦いを進めたが最終的にはハプスブルク軍に敗れて加藤カンブレジ条約を締結した同条約でミラノ公爵領は新生ローマ皇帝が兼務するものとし、またフランスは他のイタリア諸国に対する支配権主張も取り下げついにイタリア戦争は終結した すでに最初の戦争から50年近くが経過していたが、強大なハプスブルク帝国に従属を強いられた、イタリア諸公は、もはや、欧州情勢の主導権を握れなくなった。イド戦争でのイタリア陸軍飛行艇近代に入って、独立を維持していた、北西部のサボヤ家のサルデーニャ王国は、クリミア戦争への参加などで、国際的地位を高め、最終的に、 フランス帝国との同盟によって、北、イタリアを統一、また、ローマ以外の強行領も占領している。ついで、ジュゼッペガリバルディ率いる、義勇軍の活躍により、両シチリア王国も滅ぼされ、サルデーニャ王国により、大部分の統一が果たされた。統一戦争の始まりと終わりについては、論者によって違いがあるが、 おおむね1815年のウィーン体制確立から1871年のローマ占領までであると考えられている。しかし一部の領土は未回収のイタリアとして残り、これらを統合しようとするイリデンティズムという思想が形成される。またサンマリノはこの戦争での功績が認められ、独立を維持した。統一戦争を終えた後、 植民地支配の後発国であるイタリア王国は積極的に植民地戦争に臨み、まずアフリカで唯一独立を維持していたエチオピア帝国に攻撃を仕掛け、エリトリア戦争で勝利を収めた。次にエチオピア帝国内の内乱を利用してエチオピア全体の傀来化を進めるが、フランスの支援を受けたエチオピア軍に苦戦を強いられ、一旦植民地戦争は頓挫した。 1911年に再度の植民地拡大が図られ、オスマン帝国との間で北、アフリカをめぐる戦いが発生した。海軍の優勢によって、イタリア海軍はオスマン海軍を圧倒し、また北アフリカの主要都市を占領して、リビアを活上させた。この戦いは初めて空軍が戦場で活躍した、戦争としても著名であるほか、イタリアの優勢は、 バルカン戦争の引き金として、オスマン帝国の本格的な凋落につながった。両軍の戦いとなったアルプス山岳地帯の高所、イタリア王国は、ドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国と、中央同盟を形成して、フランス・イギリス・ロシアの協商国同盟と対抗する、政策をとっていたが、英仏側とも連絡をとっていた。これは、未回収地の多くを持つオーストリアに、 伝統的な反感があったことに加え、大戦前の同盟内協議で、ドイツの強い要請にもかかわらず、オーストリアが、領土返還に難色を示したことが、背景にあった。ドイツの取りなしの失敗により、同盟内での利益を不安視したイタリア王国は、英仏からの怪獣工作を受けて、協商国同盟側に傾いていき、1902年には、 フランスと領土案に関する覚書を交わしている。1914年8月3日、バルカン半島で両陣営の国益が衝突して第一次世界大戦が発生した時、イタリア王国はオーストリアのセルビア侵攻は共同防衛の範疇に含まれないとして局外中立を宣言した。この時点で王国宰相アントニオ・サランドラはすでに協商国側から 以前の交渉に沿って大幅な領土活動を条件にした参戦を約束していた。閣僚人は反対派が多かったものの国家主義者と自由主義者の支持を背景にして参戦は決意された。1915年4月26日、サランドラ政権は議会を無視してロンドン条約を結び、 他民族が入り乱れるダルマチアなどを含めた前、未回収地の返還を約束された。1915年5月3日、イタリア王国は公式に三国同盟からの離脱を宣言して、明確に協商国よりの姿勢を見せた。しかし翌日に、政界の指導者であったジョリッティ元首相にまとめられた、中立派の議員が議会多数を確保して、 参戦決議を拒絶する姿勢を見せた。市街地では、ガブリエレ・ダンヌン・ツヨラ参戦派のグループが暴動を起こしたものの、大勢を変えることにはならず、サランドラ首相は国王に辞任を申し出た。しかし国王が参戦に賛同する意向を示したことで、協商同盟への参加が決定した。戦いは、ほとんどが、イオー国境のアルプス山脈での山岳戦闘となった。 守り手にとって有利となる山岳戦で、イタリア王国軍は、非常に大きな犠牲を伴いながら、前進を続けた。イタリア陸軍は無数の山頂に立てこもる、オーストリア人地をはしごや、登山道具を使って登りながら占領しなければ、ならなかったし、また野戦砲などの大型装備は、山頂からザイルを使って釣り上げるという途方もない、困難が強いられた。特に後者については、 敵軍からまるでアリが砂糖を運んでいるかのようだと感嘆されるほどであった。戦いは長期戦の末に東西両面で戦力をすり減らしたオーストリア軍の敗北に傾いたがドイツ軍の参戦によって戦局は一挙に逆転した。英仏軍も援軍を派遣するとイタリア陸軍はピアーベ川で戦線を立て直した。その後、 ドイツ軍が撤退すると対独戦への備えから英仏軍も撤収したため戦場は再び要領軍の戦いに回帰したオーストリア軍は単独ではイタリア陸軍によるピアーベ川の防衛戦を突破できず軍内で沿線環状が広がっていったそして対戦末期指揮低下に歯止めがかからないオーストリア軍に行われた大攻勢によりイタリア王国軍は タリアメント側まで前進した。オーストリア・ハンガリー帝国は、イタリア王国に対して、降伏を宣言し、対戦から脱落した。主要同盟国の降伏は、英仏米軍に敗北を喫しつつあったドイツ軍に、多大な衝撃を与え、協商国の士気を引き上げた。講和会議で、イタリア王国は、南チロルとイストリア半島を与えられたが、戦後に宣言された。 民族自決の原則により、ダルマティアは異民族の土地と判断され、獲得できなかった。第一次世界大戦後、戦勝国として領土拡大を果たしたイタリア王国であったが、経済的には、英物のように多額の賠償金を期待できなかったため、経済不安に陥ることとなった。国内で革命勢力が増大する状態に、ロシア革命の二の舞を恐れたサボヤ王家は、 国家主義、民族主義を唱えるファシスト党に組閣を命令した。1922年10月28日のローマ新軍で政権を獲得したファシスト党の党首、ベニート・ムッソーリーには、軍の重視を政策目標の一つに掲げ、海軍面では地中海をイタリア海と呼んで、その獲得を主張した。陸軍面では、言葉は美しいものだが、ライフル、機関銃、 戦車、航空機、大砲といったものは、もっと美しいと演説している。第二次エチオピア戦争を出征する、陸軍部隊ファシスト政権下でまず最初に行われた、戦争行為は、かつて苦渋を味わわされたエチオピア帝国に対する、植民地戦争の再開であった。同国を取り巻く、外交状態は特に変化していなかったし、大義名分という点でも申し分がなかった。 しかし、最大の理由は、ファシスト政権により当初は成功していた、経済政策が、世界恐慌によって破綻しつつあったことで、対外的な行動で民衆の関心を得ようとする、政治的判断でもあった。地理的に隣国のエリトリアを植民地化していた点で兵の展開も容易であった。両国は、ワルワル事件を契機に、武力衝突へと突入し、 1935年10月3日に、正規軍の数個師団と植民地軍、国防義勇軍からなる、遠征軍が派遣された。対するエチオピア軍は80万名近い大軍を、召集。このうちの少なくとも半数は、ライフル銃と軍服で武装した、正規兵で、残りが、アスカリと呼ばれる民兵であった。 戦いから3日後に、イタリア王国軍は、因縁の土地であるアドアを攻め落とし、順調に進軍を続けていった。慎重な傭兵を好むエミリオ・デボーノが降徹された、後新司令官には、ピエトロ・バドリオ元帥が着任した。エチオピア皇帝、ハイレセラシエ一世は、わずかな望みにかけて、大攻戦を計画したが、 エリトリア植民地兵にわずかな損害を与えただけに終わり、アドアの戦いの再現とはならなかった。命中の戦いでエチオピア軍主力がイタリア王国軍に殲滅されると、セラシエは国外に亡命して、エチオピア帝国は降伏した。イタリア王国は、周辺の領地を統合して、東アフリカ帝国を樹立。イタリア王、ビットリオエマヌエーレ3世が皇帝を兼務する。 同訓連合となったスペイン内戦スペインに派遣された義勇軍の豆戦車1936年7月17日連邦制移行などを望む人民戦線の政権獲得に対しフランシスコ・フランコ率いる国家主義勢力が武装放棄を起こしたことをきっかけにスペイン内戦が発生したフランコら反乱軍側は 同じ国家主義を基調とするドイツのナチス政権とイタリアのファシスト政権に援助を要請、7月20日に特使が派遣された。両国は革命勢力の拡大を恐れてこれに同意することに決め、ドイツがコンドル軍団と呼ばれる空軍義勇軍を派遣し、イタリア王国軍は義勇軍の名目で陸軍戦力を派遣することを決定した。派遣された。 CTV 部隊の要因は、ほとんどが、先のエチオピア戦争に送り込まれた兵士で、本国期間を許されずにそのまま派遣される、ずさんな行動であった。さらに、兵員の多数は、正規兵ではない黒シャツ隊部隊の兵士たちで、彼らによって、中核となる参考旅団が編成された。一方、正規軍は、 独自に、旅団、リットリオを編成して、戦争行為に臨むこととなり、4個、旅団3万7000名が戦いに従事した。CTV 部隊は当初は、概ね良好な戦いを示していたが、戦局は長期化の様相を見せ始めた。政府軍は想像以上の抵抗を見せ、特に首都マドリードをめぐる戦いで3度にわたって、 フランコ率いる反乱軍の攻撃を頓挫させていた。CTV 軍の指揮官、マリオ・ロアッタは、フランコ軍の要請を受けて、自軍単独でのマドリード制圧を目指した行動を起こした。マドリード防衛の要所であるグアダラハラに進軍した四個両団は、占領目前に迫ったところで、イタリア人義勇兵士団、ガリバルディからの攻撃を受けた。 計らずも、異教の土地で同胞の戦いが起きた格好だが、黒シャツ隊の参考旅団は、同旅団の奇襲とかにより大きな打撃を与えられた。幸いにして、リットリオ旅団の活躍により退却は避けられたが、マドリード攻略は、失敗に終わった。グアダラハラの戦いは、エチオピア戦争の勝利で高まっていた、ムッソリーニの戦争指導に疑問を投げかける事態となり、 国際的な侵略主義批判も展開され始めた。外交的に孤立したイタリア王国は、英仏との友好から、同じく侵略主義から孤立する、ナチス政権と手を結ぶ行動をとった。また軍は、著しい予算を、立て続けの戦争行為で消耗して、経済不況もあり、当面の間は、戦争行為は困難と見られる状態になっていた。 アルバニア戦争アルバニアを占領する陸軍不評ナチスドイツによるチェコスロバキア侵略をきっかけにしてムッソリーニはアルバニアの武力併合を決断したすでにアルバニア王国はほとんどイタリア王国の属国であり最終的な併合を避けていたに過ぎない状態であった戦いではアルフレッド・グッゾーに将軍のベルサリエリ3個連隊と1個戦車大隊が アルバニア接州に派遣された。この時点ですでにイタリア王国軍は予算不足からほころびが生じ始めていたが、アルバニア軍を圧倒するには問題のない範疇であった。脆弱なアルバニア軍の抵抗はイタリア王国軍により退けられ、2日後に首都ティラナが陥落してアルバニア政府は降伏した。国王ゾグル一世はロンドンに向かうために、 ギリシャへ亡命、アルバニア議会はイタリアへの併合を認めると議決した。軍備、第二次世界大戦時の最大勢力図1939年5月22日、ガレアッソチャーのイ外務大臣とヨアヒムリ・リベントロップ、独外務大臣との間で、公鉄同盟と呼ばれる軍事協定が結ばれた。すでに両国軍による共同演習などの交流が図られていたものの、 大規模な戦争を準備する国との同盟には消極的であった。対外的にも両国の利害は食い違う部分が大きく外交的孤立の中で選ばれた選択肢と言わざるを得なかった。同盟は必要に応じて一方に自国戦争への参戦を要求する権限を持ち得ていた。1939年9月1日、ドイツのナチス政権による ポーランド侵攻によって恐れられていた二度目の対戦が勃発した。しかし、イタリア王国軍は戦争初期の10ヶ月間、軍備不足から局外中立を維持する道を選んだ。イタリア王国の軍需大臣、カルロ・ファグブロッサは1939年時点の軍備状態について、少なくとも1942年10月まで大規模戦争は、 不可能であると政府に回答した。ファグブロッサ報告は、公鉄同盟締結の際にまとめられたもので、これに基づいて、同盟協定は1943年以降まで、両国は、戦争行為を行わないという条件文を付加した。イタリア王国は近代に確立した、西欧の六大国の一角を占めており、オーストリア・ハンガリーの崩壊とスペインの一い 衰退の後は四大国として大きな存在感を持っていた。しかしそれは四大国以外の国々に対する優位であり、フランス、ドイツ、イギリスに対しては国力で後進を排していた。工業力面の不足については近代輸送の要である自動車の生産数が例に挙げられる。大戦前後のフランスもしくはイギリス本国の自動車生産数が 約250万台であるのに対して、イタリア王国の自動車生産数は、約37万台に過ぎず、英仏の15%程度に止まっていた。これは、イタリア王国軍が、英仏軍に比べ、部隊の機械化に大きく、遅れを取らざるを得ないことを意味した。イタリア王国は、基本的に農業国であって、経済規模の大きさに対して、 工業生産力が低く、工業化の成功という点では、チェコスロバキアやハンガリーの方がより恵まれた状態にあった。戦争行為の維持に必要不可欠な戦略物資の欠乏も深刻な問題であった。イタリア半島及び大陸部は資源に極めて乏しく、かつ、イギリスのように有力な植民地を保有していなかった。戦争が本格化した1940年度の、 イタリア王国領における資源産出は石炭440万トン、鉄鉱石120万トン、石油1万トンで、年間鉄鉱生産は210万トンであった。対する主要3戦国のうち、イギリスは石炭2億2、400万3、000トン、鉄鉱石1、700万7、000トン、石油1、100万9、000トンで、 年間鉄鋼生産は1300万トン。ドイツは石炭3億6、400万8、0 0 0トン。鉄鋼石に900万5、0 0 0トン。石油800万トンで、年間鉄鋼生産は2、100万5、0000トンにも上った。イタリアにおける工業生産は資源加工で成り立っており、大部分の原料はイギリス・アメリカからの輸入が不可欠と言えた。 両国との海戦は戦争期決まで耐え抜けるだけの資源備蓄を必要としたが、ムッソリーニは後の海戦時にこうした点をほとんど考慮しなかった。ムッソリーニの粗雑な戦争計画は輸出入の最中にある商船隊を引き上げさせる前に海戦を宣言した点からも伺える。彼の無計画な戦線により敵国に停泊していた25%の商船はなす。 すべなく破壊されるか逮捕される運命をたどり、無用に、海上輸送力を喪失した。三つ目の障害は、経済面での衰退であり、対戦直前に行われたスペイン内戦における三年間に、渡る、反乱軍支援への支援により決定的となった。乏しい自国の武器弾薬を、惜しげもなく無償提供するだけでなく、植民地戦争直後で疲弊する。 自軍部隊を送り込んだことは、王国軍の危機的な軍需状態を破滅へと追い込んだ。介入には、国家予算の2割に相当する6億から8億5千万、リラモの資金が投じられている。そもそも、イタリア経済は、ファシスト政権期のごく初期を除いて、悪化を続けており、国際発行額は、政権当初の1921年には930億。 リラであったのが1923年には4050億、リラに急増している。G50 戦闘機蒸気の理由から、海戦前のイタリア王国軍、特にイタリア王立陸軍は、物資や弾薬を使い果たし、脆弱で旧式化した装備を更新できない状態に置かれていた。陸軍の戦車は、電撃戦が展開される中で、 未だ第一次世界大戦直後に生産された豆戦車が主力装備として使用されており、野戦砲は鈍重で使いづらい旧式の大型野戦砲しかなく、無線配備もわずかにしか行われていなかった。イタリア王立空軍の主力戦闘機は設計思想が時代に取り残されつつあった複用機が採用され、 1760機の航空機で第一線使用が可能なのは900機に止まった。一大戦力を持つイタリア王立海軍も普通海軍に比べると小規模で、また大艦巨砲主義に基づいて航空母艦を一隻も保有していなかった。イタリア王国軍の指導者層は軍の近代化を強く求め、実際に先進的な軍事理論を構築しながら少しずつ 近代化を進めていた。政府も軍の要請に応えて1939年度予算の4割を軍事費として投入するなど、海戦前後から急速に大きな予算を投じ始めた。海軍ではイギリス海軍に遅れを取りつつも空軍力と海軍艦艇の連帯が必要であるとの認識が固まり、空母建造に向けた計画が開始された。旧式化した。 空軍装備の更新も始まり、フィアット G55 などをはじめとする新型機体が次々と開発され、敵軍の一線級の航空機と互角に戦える状態が整えられていった。特にフィアット G55 チェンタウロはドイツ空軍からも強い関心を寄せられ、ヘルマンゲーリング空軍大臣に対する議官オベルスト、ペーターセンの報告書では現時点で 数軸諸国における最良の航空機と書かれているが、こうした優れた新型機は十分な時間と工業力を用意できず、ついに主力にはなれなかった。また空軍は最後まで海軍と共同作戦を行う、訓練を行えず、海軍の空母建造計画も予算不足から頓挫した。陸軍では対戦中に各国で頻発した対戦車戦闘に対抗して、 P40 重戦車が開発、豆戦車や、その拡大型として設計された、軽戦車、中戦車は、P40 の設計案が出された1940年時点では、シャーマン戦車や4号戦車には対抗できなかったが、P40 戦車の開発で対抗策が獲得できると見込まれていた。しかし、陸軍の軍備計画は、空軍、海軍により遅く、 P40 戦車も1942年にようやく完成を見ることとなった。陸軍は対戦終了までに3500両しか戦車を配備できなかったが、これは1ヶ月間の退伏戦でドイツ軍が投入した戦車数よりも少ない数でしかなかった。さらに、配備戦車に P40 戦車はごく少量しか含まれず、中戦車ですら過半数ではなく、 軽戦車と豆戦車が最後まで前線で使用され続けた。ブレダ m 三十五対空機関砲を搭載した a s 十二装甲車多の装備については対空砲を活用した最初期の軍隊の一つであり、七十五四十六対空砲九十五十三対空砲、四十七三十二追空砲、ブレダ m 三十五追空砲など優れた対空砲が開発。 生産された。装甲車の開発も順調に進み、AB41 装甲車、及びその改良型である AS42 装甲車、カメオネッタサハリアナは、北アフリカの砂漠地帯における戦闘で顕著な成果を上げている。だがこうした一分野における、優れた技術は、陸軍兵器全般における、更新性、そして工業力の不足という根本的問題を、 補なえるものではなかった。兵員数についても、名目上のイタリア王国軍兵士の総数は、世界有数の規模に達し、膨大な常備兵を確保していると記録されていた。しかし、対戦後に、資料調査などを行った、ジョン・ビアマンとコリン・スミスによる報告では、実際の常備軍は20万名程度であったと、考えられている。中核である不評は機械化に頓挫して、 徒歩部隊がほとんどで、それ以外の兵かも他国より劣った装備を有している場合が多かった。したがって、第二次世界大戦で招集されたイタリア陸軍兵の大多数は職業軍人ではなく臨時招集兵で、しかも時間不足や資金難から未訓練で戦場に派遣される招集兵は少なくなかった。彼らは実戦で戦いになれるしかなく、 どうにか生き残った古参兵たちが揃うのは戦争後半のこととなった。国力、装備、兵員の確保と訓練といった各部隊規模の問題点だけでなく、軍上総部の参謀本部にも大きな問題が存在していた。コマンドシュプレモは極めて小規模で、ファシスト政権下では政府側の意向や要請を各司令部に伝達するだけの役割に甘んじていた。 参謀本部の機能不全は三軍の結束を阻害し、陸海空軍が意見交換がまだ不十分な状態で独自に行動するという結果を招いた。加えて、対戦前からすでに後の内戦を予期させる、軍内での応党派部隊、ファシスト派部隊の対立が見られたと考える論者もいる。上述した深刻な軍備状態は、 ファグブロッサ報告などを通じて、ムッソリーニの国家指導にも影響を与え、大戦勃発後の中立主義を選択させた。しかし元より行き詰まった、経済政策の活路を模索していた、後期ファシスト政権の苦境に変わりはなく、ムッソリーニの対戦に関するスタンスは、頻繁に揺れ動いた。英軍のアーチバルド・ウェーベル大将は、最終的にムッソリーニが、 自身の自尊心から参戦するだろうと予測。後に、この予想は正当となった。ウェーベルは、ムッソリーニはいわば、飛び込み台の最上段に立っている。友人のように優雅に飛び込むことができなくとも、彼は水に飛び入るしかない。それができないなら、彼は惨めに登ってきた階段を折り直さなければ、ならないと発言している。外交的な状況打開に関する、可能性は、 1939年9月に英国首相ウィンストン・チャーチルとムッソリーニの間で国秘会談が行われたとする説がある。結局、ムッソリーニは退伏戦における独軍の圧勝を最終的な判断材料に鉄鋼同盟の履行を決断した。これは明らかに日和見主義であり、大きな展望や戦争計画は全く用意されておらず、軍にとっては寝耳に。 水とも言うべき行動であった。ムッソリーには、対戦がこのまま英国上陸で終結するという、楽観主義に基づいて、先の軍備状態を加味しつつ、行動を起こした。実際、約1ヶ月間でフランスを降伏に追い込む、歴史的圧勝にそうした予測を抱かされる論者は、少なくなかった。しかし予想に大きく反して英軍は、本土防衛に成功、さらには、 ドイツ軍のソ連侵攻という予想だにしない、戦局拡大が始まっていく。フランス傀儡政権領域イタリア進中領域、ドイツ進中領域フランス戦線1940年6月10日、イタリア王国は英仏政府に対して戦線布告し、第二次世界大戦に参戦した。軍は疲弊した核部隊をかき集めて30万名の兵員を招集して、 大大使ウンベルト2世を名目上の総司令官に据えた西方軍集団が編成された。対するフランス軍は兵員17万名からなるアルプス軍集団を国境の山岳地帯と南のマジの線と呼ばれるアルパイン線に展開させた。しかし西方軍集団は1940年6月20日まで攻撃行動を行わず開戦前と 同じく国境防衛に徹していた。これは準備の不十分さや地形上の不利が基本理由であったが、そもそもムッソリーニ自身が明確な戦争計画を何も設定していなかったためである。ムッソリーニは戦略的な軍事行動ではなく、英仏降伏により中央の超大国となる新生ドイツを中心とした戦後秩序を睨んで、単に ドイツ支持を明確にしたいとの考えを持って参戦したに、過ぎなかった。戦後秩序の構築で大きく刷新されるであろう。領土戦において、イタリア王国は統一戦争で、軍事支援の代償に、カミロカブール政権が割動したニース・サボア、それに、キュージェノバ領で、文化的禁煙性が高いコルシカ島の領有が、外交的目標とされていた。 パリ管落により戦争の崇勢が決すると、ようやく西方軍集団は緩慢な進軍を開始した。軍は沿岸部を進む部隊と山岳地帯を迂回する部隊に分けられ、ニースサボアの接収が最終目標と定められた。山岳地域を進む部隊は、冬季装備を予算不足から10分に用意しておらず、戦う前にアルプスの極寒で闘傷による戦死者、 戦勝者が多発した。沿岸部を進む部隊は、ある程度、順調に計画を進めて、マントン市を陥落させた。だが沿岸部方面もアルパイン線に到達すると、出詰まりとなった。ドイツ軍のような対応策を持たない、イタリア陸軍部隊は、正面からの砲撃や突撃を観光し、要塞戦闘での成功法による攻撃で損害を、被った。 フランス軍の全面降伏までの12日間で、イ軍は631名の戦死者を出した。6月25日、イタリア政府とフランス政府の間でも休戦協定が結ばれ、マントン活場と異仏国境にイタリア新中領域が定められた。アフリカ戦線開戦時のアフリカ情勢、第二次世界大戦初期において、独ソ戦はヒトラーを除く。 各国原種の想定になく、アメリカは未だ参戦を決めかねていた。したがって、フランス早期降伏後の連合国は、イギリス本土と植民地を残すのみで、その状態で、イタリア王国が数軸国に参戦したことは、率直に危機感が抱かれた。フランス海軍が降伏した一方で、数軸海軍は大幅に増え、地中海の正解権は、危うい状態に置かれた。 加えて、陸軍戦力もリビア植民地軍が、植民地兵も含めて、約23万6千万名の兵員を、招集していた。対する英軍は、中東軍全体で、約10万名、北アフリカ中東部隊は3万六千名であった。ただし、イ軍は全軍を大英国境に集めたわけではなく、一部、戦力はフランスに、 数軸傀来政権が成立した後も展開を続けさせており、後に遠征に加わった部隊も4個手段に過ぎない。また英軍は戦力数は少なくとも十分な機械化部隊と重装甲の戦車部隊を配備した精鋭部隊で編成されていたが、逆にイ、e、軍はほとんどが徒歩部隊と脆弱な軽戦車で占められていた。 ソマリランドの戦い M13 から40戦車、ムッソリーニの強い要請で、イタロ・バルボ元帥に、英領エジプトへの進出が求められたが、バルボは、兵員が多くとも、装備と補給が劣悪では英軍に対して不利で、あるとして大幅な装備改善を求めた。要請は、ピエトロ・バドリオ参謀総長らによって黙殺され、海戦からしばらくに、バルボ元帥は、 不審な事故死を遂げた。新任には、ロドルフォ・グラッツィアーニ元帥が着任したが、ムッソリーニの期待に反して彼も遠征は無謀であると拒絶した。ムッソリーニは再三にわたって遠征命令を出し、1940年9月13日に、グラッツィアーニ元帥は、遠征を軍に命令した。戦いは、英軍の戦略的撤退により西エジプト制圧に、 成功したが、装備に勝る英軍の反撃を有料した、グラッツィアーニ元帥は、シディバラーニに、防御陣地の構築を命じた。しかし防御構築は、正海権を、英軍側が保持していた関係から思うように進まず、本国でもムッソリーニが無計画にもギリシャ遠征を、軍に命じて、戦力集中を阻害していた。翌年に増援を受け取った英軍が、反抗作戦。 コンパスを発動すると戦局は一変する。イタリア側の防衛線は地形上の理由から5つの陣地が離れすぎており、それを補う機動防御用の機械化戦力にも乏しかった。物資不足から地雷もわずかにしか配置できず、予想された戦車部隊を押し立てての突撃に対抗できる対戦車残豪は岩石だらけの地形に構築を阻まれた。 頼みの綱である、戦車部隊も豆戦車や軽戦車では、英軍の重量戦車にはかなわず粉砕された。それでも、英軍戦車の一部は、砲兵部隊の噴戦で撃退されたものの、防衛戦の隙間を突破されると、後に続いた、機械化部隊によって5つの陣地は包囲され、各個撃破された。遠征に加わっていた4個師団は、ほとんどの要因を失い、 東方戦力の撤収すら、途方移動では機械化部隊の進軍に阻まれるだけだった。結局、一連の戦闘で12万名程度の兵員を失い、さらに巻き添えを食らう形で、空軍も飛行場に展開していた航空機を撤収時に破壊せねばならなくなった。並行して、東アフリカ戦線では、エチオピアエリトリアからなる東アフリカ帝国軍十五万六千名へと、 やはり大規模な戦力が召集されていた。ただし、同国軍に占める、異軍部隊は7万4000名と全体の3分の1程度であり、残りの18万2000名は、現地の部族兵で補われていた。また北アフリカ以上に、本国から離れた東アフリカには、対戦中に一度も、補給物資が届くことはなく、武器弾薬の不足が、特に激しかった。 それでも東アフリカ軍参謀長、グリエルモナ氏は、英領ソマリランドへの攻撃を立案、英軍守備隊は回路を使って脱出した。合わせて、スーダンケニアの国境地帯も制圧下に置かれたが、以降は限られた、作戦行動しか行えない状態となった。英軍はインド第四師団を中核にした部隊による、反抗作戦を展開、東アフリカ帝国軍は、 ケレンの戦いで、激しい抵抗を見せたが、補給不足の正規軍と、脆弱なアスカリは、英軍の前に退けられた。1941年11月27日、東アフリカ軍総司令官、アメデオ・ディ・サボイア公爵と、グリエル・モナシラ幕僚人は、エチオピア陥落をもって、連合軍による東アフリカ帝国の降伏文書に、署名した。 北アフリカ戦線では、ドイツ軍からの援軍派遣の打診をムッソリーニが受託し、エルビン・ロンメル将軍率いる北アフリカ軍団が、実質的な軍事顧問団として派遣された。ドイツ軍の機械化部隊は、英軍との戦いで大きな役割を果たしたが、数的には、さほど多くはなかったことから、依然として、北アフリカ戦線の数軸軍部隊は、 リビア植民地軍が主体となっていた。ロンメルは、徒歩移動の異軍部隊を、占領任務や、迂回攻撃時の正面戦力として活用しながら、自軍の機械化部隊を、最大限に駆使して、戦線を、エジプト全面に押し返した。1942年7月に始まった、エルアラメインの戦いでは再建された、異軍部隊が有効な戦いを見せ、第二次戦闘では、 フォルゴーレ空挺手段が、死死奮陣の活躍で英軍の構成を効果的に撃退した。しかし戦いの結末は、連合軍の勝利に終わり、得意軍は再び防戦に回って、対戦後期にはチュニジアにまで退却した。対戦後半に参戦したアメリカ軍が、不遼アルジェリアに、統治作戦を発動すると敗色は、決定的となり、ドイツイタリア戦車軍の総司令官、 ジョバンニメスセ間水によって、得意軍の武装解除が決断された。バルカン戦線ユーゴスラビア戦線北アフリカ、東アフリカ戦線での物資、装備不足の中で、ファシスト政権は、さらなる戦線拡大という無謀な行動を起こした。これは、バルカン半島の油田地帯を狙ったドイツが、ルーマニアなどを属国化する中、アドリア海沿岸部の編入というイタリア王国の、 地政学的な野心の実現に意欲を見せていたムッソーリーニが危機感を抱いたためだと見られている。ユーゴスラビアはすでに親数軸側にあったことからアドリア海の入り口を抑える親英国のギリシャ王国への戦線が布告された。アフリカでの軍事行動が当初からドイツの賛同を得ていたのに比べバルカン戦線は外交による支配を予定していたドイツから強く反対されている。 軍部からの猛反対もあり、ムッソリーニも直前まで戦線布告の日時を決めかねていたが、ローマ新軍の記念日に攻撃が開始された。装備や物資の欠乏はアフリカ戦線と何ら変わりなく、常備兵の補いに臨時動員兵を本格的に使用し始めたのもこの戦いからである。遠征軍は、 王国軍に属国であるアルバニア王国の軍勢も加えられて始められた。アルバニアから出撃した遠征軍は2 0トル近く進出したが、陶器であったことに加えて山岳地帯に用意されたエピロス要塞戦に阻まれ、戦いはほどなく停滞した。冬の山岳戦は後に自軍戦力を削り、同盟軍として借り出されたアルバニア軍の 式定下による逃亡も追い打ちをかけた。外交工作も不調に終わり、ブルガリア軍がギリシャ攻撃に加わらなかったことで、エピロス山脈への戦力集中を許してしまい、11月中旬には兵員数で上回られている。ギリシャ軍は反撃に転じ、王国軍とアルバニア軍はアルバニア南部に後退を強いられることとなった。ムッソリーには、 懲罰人事を乱発した上で兵士の増員などを試みたが、アルバニア南部に防衛線を形成するのが、せいぜいという状態であった。英軍の支援を受けたギリシャ軍もそれ以上は進めなかったが、アフリカへの増援を効率よく阻止したという点で、連合軍に貢献していた。続いて、ユーゴスラビアで、スー政権が倒されて連合国政権が樹立される事態が起きるが、 これをきっかけに生還していたドイツ軍の南下が始まった。王国軍もベネツィアからユーゴスラビアに別道軍を送り、ユーゴスラビア軍の兵士数万名を捕虜にしてダルマチアを占領した。ユーゴスラビア分割後、そのままドイツはアルバニアの隣国ブルガリアからギリシャ戦線に参戦し、側面をついて連合軍を総崩れに追い込んだ。ギリシャに関しても沿岸部は、 イタリア王国に割場されたが、ユーゴスラビアに比べて、差したる功績もない中での大規模割上は明らかに、ドイツの恩情によるものであった。以降、イタリア王国は、数軸国内で対等であった、名手ドイツに対し、他の数軸国と同じ事実上の衛星国として、従えられる状態となった。東部戦線ロシア戦意気軍大衛本土上陸が、失敗に終わった後、 ヒトラーは中立条約を結んでいた東の大国、ソビエト連邦への侵攻という二正面作戦を開始した。連合国、数軸国問わず、この遠征計画は全く予想されず、驚きをもって受け止められた。西部戦線と東部戦線を同時に自ら抱えたドイツに対して、数軸国の足並みは揃わず、援軍を送るか送らないかで分かれることになった。 ムッソリーニは青年時代にスイス亡命中のレーニンから政治理論を学ぶなどソビエト連邦やソ連型社会主義に好意的な部分がありバルバロスサ作戦発動をドイツから連絡されたのはソ連政府の死者と通商条約について協議している最中のことであったムッソリーニはフランスでのドイツ圧勝に 通軸側の世界秩序確率を予想して中立を捨てた背景があったが、すでに太英本土上陸の失敗から少なくとも短期決戦はありえない情勢になっていた。加えて大祖戦が始まった以上、前提状況は参戦時と完全に違うものになっていたが、ムッソーリーにはイタリアロシア戦域軍の派遣を決定した。派遣軍は、 対戦車装備の不足を温存していた、騎兵師団と快速師団の機動戦術で補い,い、いくつかのソ連軍師団を殲滅して、スターリノ市を占領した。モスクワ占領失敗後、長期戦を睨んだ、ブラウ作戦が発動されると、ドイツ軍から王国軍へ増援要請が行われた。王国軍は、山岳戦を予想して3個、アルピーニ師団を含む増援を送り込んで、 第8軍を編成したが、実際には期待した、山岳地帯ではなく、平原地帯の占領が割り当てられた。ドンカワーに順調に進出した第8軍は、ハンガリー軍とルーマニア軍の中央部に陣地を形成した。スターリングラード攻防戦が始まると、ソ連軍は、ドイツ軍の突出部の包囲を目的にした、同盟軍陣地への攻勢を発動したが、イタリア王国軍と、 ハンガリー軍は損害を受けつつも攻撃を耐えしのいだ。しかし、ルーマニア軍は数日で壊滅して戦線に穴が開けられ、ドイツ軍主力はスターリングラードで包囲された状態になった。ソ連軍が数軸軍の救援作戦を阻止すべく、第二次攻勢を発動すると、ついに第八軍も交代を強いられたが、アルピーニ師団は翌年まで陣地を死守し続けた。 スターリングラードのドイツ軍が降伏して全軍が交代を強いられると、ウクライナの遠征軍司令部に戻った第8軍は増援を求めた。東部戦線の破綻を前に連合軍の優勢が確定的になり、国内の反政府運動が激化しつつあったファシスト政権は、遠征軍の維持は不可能として、第8軍の解散と帰国を命令した。 本土決戦、アレーザイ軍1943年後半に入ると、北アフリカ戦線と、東アフリカ戦線は、連合軍の勝利に終わり、東部戦線は、東欧に押しやられる可能性すら考えられていた。そして、西部戦線に加わったアメリカ軍が、統治作戦で、ビシーフランスを屈服させて、完全に、北アフリカを制圧すると、連合軍が、 北アフリカからシチリアへの上陸作戦を発動した。イタリア軍の指揮権を委任されたドイツ軍のアルベルト・ケッセル・リンク元水は、イタリア本土への数軸軍撤収を巧みに行い、半島部の山岳地帯を利用した防衛線を構築していた。1943年7月25日、バドリオ元水らを中心とする応答派と、 ファシスト党内の恩恵派グループはクーデターを決行、ムッソリーニを解任した上に軟禁して連合国との交渉に入った。ドイツ軍の北イタリア親中とムッソリーニ救出イタリア王国は北部の支配権を失ったが南イタリアを拠点に連合軍との単独講和に応じた。対するムッソリーニはヒトラーの指示によりイタリア社会共和国を組織、 事実上の内戦状態に突入した。ドイツ軍式の装備を受領したアレーイ,イ軍や政府支持派の義勇軍は良好な戦果を上げ、デチママス師団などがドイツ軍の防衛線を支える役割を見せた。また、同時期に武装親衛隊内にイタリア人義勇部隊が組織され、第 29SS 武装的弾兵師団第1イタリアとして戦力化された。 王国亡命政府も、英軍式の装備を得て数個戦闘団からなる自由、イタリア軍を編成したが、主に後方の治安維持に止められたことから、大きな軍事行動はなかった。主に連合国側の部隊はパルチザンによって担われ、民主主義、共産主義、社会主義、無政府主義など、各政治思想から、それぞれの旅団が編成された。フランス北部に、 アメリカ軍が上陸して西部戦線が再び形成されパリが解放され東部戦線でも東欧へのソ連軍の攻勢が始まるなど数軸国は破局へと向かっていた。1945年4月25日イタリア方面の数軸軍が連合国に降伏、イタリア社会共和国は実質的に崩壊状態に陥った。 4月27日に亡命中のムッソーリーニがパルチザンに射殺された後もアレーザイ軍は抵抗を続けたがヒトラー自決の前日となる4月29日に連合国の降伏文書に調印した第二次世界大戦への参戦はパリ講和条約の締結によって正式に終了し講和条約で王国軍は大幅な軍備制限を受けた ファシスト勢力の追放が終わると自由選挙による内閣が再び組織されたが、ファシストに手を貸していたサボヤ王家への処遇をめぐって、国論が二分される事態となった。王政の是非を問う国民投票は、僅差で王政廃止と共和制以降を決議、サボヤ王家はポルトガルなどへ亡命した。これに伴い共和国憲法が制定され、憲法第11条で、 侵略行為への反対と平和主義が定められた。一方で、共和国維持のための軍備については、維持が認められ、王国軍は、イタリア共和国軍へと再編されて存続した。また、軍備の用として徴兵制の維持も認められ、憲法52条で、兵器は、共和国の国民が持つ義務であると定められている。軍資機械はそれまでの国王から、 原種権限を引き継いだ共和国大統領とその諮問機関である最高国防議会に移管され憲法87条で同志権が明文化された。軽空母ジュゼッペガリバルディ新政府がマーシャルプランを受けて国内再建を進めるのと並行して北大西洋条約機構加盟による再軍備も開始された。冷戦構造化でアメリカや 他の西側諸国も積極的に支援し、空軍や陸軍では M46 パットン P-51、P-47 戦闘機などアメリカ軍の装備が提供され、海軍は接種を免れた残存艦艇を集めて共和国海軍を編成した。1950年代後半から60年代には国産兵器の開発も本格化、陸軍は 主力戦車を除く兵器を順次国産化し、空軍はアメリカ軍機のライセンス生産や回収を行いながら、フィアット G91 などの国産兵器開発にも着手した。海軍はアンドレアドーリア級ヘリコプター巡洋艦を建造するなど早くから国産兵器の再開に取り組み、ソビエト連邦の国会艦隊を建成する役割を担った。 こうした努力と戦後イタリアの急速な工業化によって1980年代には西欧を代表する国防戦力へと再建を果たし NATO の主力軍の一つとしてソ連軍とワルシャワ条約機構に対峙する存在となった。1985年には軽空母ジュゼッペガリバルディが春工、王国海軍時代からの悲願であった航空母艦保有も達成された。 主力戦車は依然として他国からの購入で間に合わせていたが途中で米軍装備から NATO 軍で広く採用されていた西ドイツのレオパルト1に変更された。また同時に対戦車装甲車チェンタウロを開発・配備することで対戦車戦力の一部国産化を進めた。軍備再建を達成しつつも共和国軍は 政府と憲法における侵略否定の観点から、海外紛争に関する対外派兵は長期間に渡って棄悲され続けた状態にあった。1982年、レバノンの難民キャンプが PLO の拠点となっていることに不満を抱いたイスラエル軍によるレバノン侵攻が開始された。これにこうして南部のキリスト系住民が南レバノン政府を樹立。 レバノン内戦が勃発するなど、中東情勢が不安定化していった。国際社会による仲裁が求められつつあった中、キリスト教マロン派の民兵組織である、レバノン軍団による、パレスチナ難民への虐殺が発生すると、ついに第三国の停戦部隊派遣が決定された。共和国軍は、フランス軍とアメリカ軍、イギリス軍と停戦監視団を組織することを発表。 共和国軍のアンジェローニ殉将が派遣旅団を指揮した。レバノン内戦とイスラエル軍の侵攻に対する干渉は国際社会から好意的に受け止められた。この派兵によって国内の派兵に対する拒否感も軟化し以降の積極的な国際貢献活動へとつながっていく。アフガニスタンで行動するワルピーニ。右奥では衛星兵が 不祥兵に点滴をしている。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件が発生すると北た大西洋条約機構は集団的自衛権を宣言した。事件の容疑者とされたアルカアイダの引き渡しに応じないアフガニスタンのターリバーン政権に対しアメリカ合衆国とイギリス王国による攻撃が開始され、地上では北部同盟軍がターリバーンを 首都カーブルからカンダハルなど南部へと退ぞかせた後、アフガニスタン暫定政府が樹立された。しかし米英軍はタリバンなど旧政府勢力の完全な総統は完了できず、不安定な治安情勢は、米英軍とアフガニスタン国軍、警察だけでは、不十分であった。2001年12月のボンゴーイにより、国際治安支援部隊が創設され、 陸軍部隊をアフガニスタンに駐屯させることとなった。ナト o のイタリア共和国は、フランス、ドイツ、カナダと並んで、アイス3カ国の主軸を担い、共和国陸軍は、第2三学連隊を中心とする411名の、兵員と NBC 小隊公兵小隊を初期戦力として派遣した。共和国空軍も輸送ヘリ UH-1N3 機と、戦闘機トネード4機を、 カブール空軍基地に展開して航空支援に当たった。イタリア共和国はアフガニスタンの治安維持を今日に至るまで継続しており2009年10月時点で派遣戦力は2795名に上っている。交代制の指揮権では2005年8月4日から2006年5月4日の第8次作戦で担当マルオ・デルベッキオ中将が トルコ軍のエテムエルダー中将からアイス司令官職を引き継いだ。任期終了後はイギリス軍のデービッド・リチャーズ大将に司令官職を異常した。アメリカ主導の対テロ戦争に大きな協力を行ったイタリア共和国であったが2003年に始まった第二次湾岸戦争への参加は見送られた。共和国政府は戦線行為自体に反対はしなかったが、 正当性を疑問視する国際世論を受けて戦線に反対したドイツ・フランスと共に派兵を見送った。イラク戦争終結後、アフガニスタン同様の旧政府勢力、反乱勢力による治安悪化が発生するとスペイン・グルジア・ウクライナに並んで治安維持部隊を派遣した。共和国軍はナーシリーや周辺を担当地域として割り当てられ治安回復と 人道支援に尽力した。2006年、共和国政府での政権交代に伴い対米、関係の見直しが進められ、2006年5月26日に、マッシモ・ダレーマ外務大臣は、NATO の賛同を得ていないイラク戦争からの撤収を決定した。ありがとうございます。